えー、こん今日はですねえー、っと昨日出した、えー、タイム間解説でですねちょっと言葉で、えー、これはどうなんですかっていう質問もあったのでちょっとリズム用語的なものでまとめてみました、えーまあ、ジャストっていうのが要はタイミングがぴったり自分の思ってるタイミングぴったりに演奏するってことなんですが、えー、それに対して、えー、タイミングが早いと トップとか先乗り、前乗り、えー、軽いとか突っ込むとか頭乗りとかいう風になります。で、それよりも後ろだとボトムとか後乗りとか重たいとか、えー、もたるとか、もたるっていうのはなんかこうタイミング自体がテンポが遅くなるっていうのはまあ、これはまたちょっと別のお話なんですけどあ、ちょっともたって聞こえる。これもちょっと悪いイメージですよね。なので、えー、これだとこう、えー、かなり重めに取るともたって聞こえるっていう風に言われたりします。 テンポ自体が遅くなってしまったりテンポ自体が速くなってしまったりとかするとこれはまあもちろんその関係上は、えー、とこれと同じことが起こるのでただそれはまた別のお話ですねインテンポで刻んでいるっていうところが前提のお話ですねあと遅れた感じがするこれもそうですね遅れた感じがするタイミングが遅れた感じだといいんですけど、えー、本当に演奏が遅れていくってなると相手よりも自分がずっと重くなっていくこう幅が広くなっていくとこれは違うんで デレイドバックっていう、昨日お話ししたやつですね。で、ちょっとこの動画のためにいくつかサンプルを撮ってみました。昨日お話ししたアードブレーキっていうのは、えっ、ー、と、シンバルレーガートのタイミングがここなんですね。これ裏拍がここで、えっ、ー、と、こういうふうになってます。で、ベースがそれよりもちょっとずっと後ろにいる感じですよね。 この感じねこれはあの「えー、アロング・ケン・ベティ」という曲で昨日、えー、解説したやつと一緒ですね。でもうちょっとこうベースがトップのやつないかなと思って探しててなあそういえばジニーンっていう曲があったなと思ってキャノンボール・アダレーの時の、えー、ルイス・ヘイズとサム・ジョーンズだとベースがかなりトントントンっていっててドラムがちょっと後からついていってるイメージだなと思ったんですがやはりえー、っとこれがねベースの頭に聞こえるタイミングでこうクリックを入れるとこの辺になるんですね。 この辺こうやったらベースが裏拍を弾いたりピッチカットをしてるんですがドラムがこれを見るとずっとちょっと後ろにいる感じここ後ろのあの引っ掛けの音なんでこの辺って感じでベースのタイミングに対して常にちょっと後ろにいる感じっていうのがドラムのルイス・ヘイズとサム・ジョーのこの曲の関係曲によってひっくり返ったりすることもよくあるのでまあ一概には言えないですがこういう関係にありますよという話なんですねこれはあのベースを基準にこうメトロノームを取った時は ドラムっていうのはちょっと後ろにいるので、えっ、ー、と、ボトムにいるというふうに考えれるわけだけど、ドラムがここの頭で考えてて、ベースが前にいるって考えると、ベースがトップにいるって考えてるわけですね。ジャズの場合は比較的裏拍で合わせていくんで、裏拍はみんなぴったりだけど、表拍は、えっ、ー、と、トップに行ったり、要は、えー、思っているよりもトップ引いたり、思っているよりも後ろを引いたりするわけですね。ジャストのタイミングっていうのは何を基準にとってるかによってすごい変わってきます。 それよりもトップを演奏しようとしてるのかそれよりもボトムを演奏して,よしてるのかってスニアなんかはもう明らかにこ完全にボトムハイハットに対してやっぱボトムに取るとすごくリズムが安定するのでそうすると13拍はポンって前に飛び出て聞こえるからスピード感が出てゆったり感が出るっていうこう拍の許容範囲が広いとベースとかギターがすごく弾きやすくなるんですねそういうわけでアートブレーキなんかはだから ネガート自体が5連符でガーン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 ガンと大きい箱を作ってあげて、えー、とベースがどこの位置でもこう要はストライクゾーンの広いリズムってよく言われたりするんですけどそれって何かっていうとこういう箱をこうしっかり大きく取れる人だと箱をしっかり取ってあげるとこうベースがどこに入ってもなんかストライクになるわけですよというわけでストライクゾーンの広いドラマーって言われるのはこういうイメージですねレイドバックって何かっていうとこうフレーズ自体をこう 昨日言ったみたいにこう、これがジャストの位置なんでね、こうそうするとこう、8分音符のちょうどのところに音符が来てて、これに対してずっとこうフレーズをダラララララララをこう、ドラムとかベースに対して後ろにずらしていくと、こことここで跳ねた感じが、スイングした感じが出るので、こういう感じですね。だからあの、えっ、ー、とコメントであったんで、ブラックサバスのドラムとベース、コージ・パウエルのドラムとね、えー、ちょっとタイム取ってみましたけど、やっぱギターとベースがちょっとずっとレードバックしてて、 で、でドラマ結構かなり突っ込んで叩いてましたね。曲は「シンプトン・オブ・ザ・ユニバース」っていう曲なんですけどその曲ではまあ本当にあにスイングみたいな感じの要はシャッフルみたいなイメージなんだけどギターとベースはチャ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 ジャチャチャチャみたいな感じで弾いてるって感じですね。まああの当時のハードロックの要はスタイルだったと思うんですけどギターとベースが重くてドラムが結構こうトップにいるっていうイメージでしたね。 ドラムの位置がここにあるとギターとベースがちょうど常にこうなんかちょっとこれぐらい遅れて弾いてるみたいなイメージでした。という形で恩恵、えー、と,とっても、まあ、波形自体残しておけばよかったんですけどちょっと、えー、どっかに行ってしまったのでまたこれ作るの大変なので、えー、まあ今日はこれで、えー、とジャズのスイング値なのでまあ 参考までにブラックサバスだとそういう形ですということですね。トップとかマイとか軽いとか突っ込むっていうのはそういう,こう位置関係で言うとそうなります。ただこの位置関係だけではなくてこういうなんかためたこう重たい音に対してこういう軽い音でやってしまうと音色感でも重いとか。 突っっ込むとかっていうのは結構できる同じタイミングにいるけど軽い感じだとやっぱ進行感があったりとかするのでそういう軽い音だったり重い音だったりとかするっていうところ辺が変が、えー、大事だと思いますね。なので音色感とかもあるしあとこういう、えー、このベースなんかウッドベースなんかに関してはこう立ち上がりこう早いじゃないですか。でもこうとと立ち上がりがり遅いと タイミング的にはかなりこう発音音は聞こえ始めるけどこう重たく聞こえるとか、えー、こういう立ち上がりのいいものは結構前乗りに聞こえるっていうこともあったりしますね。なのでこう音の波形にもよるしまあその音の音色感にもすごく左右されるけれどタイミングだけで言うと、えー、ジャストとかトップとかボトムっていうのはこれは比較的皆さんこう意図的にやってますね。なのでこうかなりこう意図的にずらしてるって感じがします。 なんかそれは意図的にずらしてるっていうか曲の雰囲気のイメージにしようとああだこうだやってるとあここだなっていうのを覚えるんですよ。で後付けでこうこうやって波形取ってみるとそうなってるよねっていうことなんで最終的にはやっぱ音で覚えておかないとあんまり意味はないですがやっぱ視覚化しとくとこんな感じかなこんな感じかなっていうのが比較的まああの。 自分なんかこの当時はこういうソフトなかったんで、こうじゃないかなってことをやっぱりちょっと書き出したりとか図形化してやっていくと結構習得が早かったので、そういう意味ではえ今回はこの実証でこうできるので、こうやってね、タイミングをこうやって取っ,ってみたら、要はローパスフィルターとハイパスフィルターでベースの音だけ取ってみて、シンバルレガートの音、まあ完全にレガートだけで分離できないんで、まあ あの不純物も入ってるんですけどだいたいこういう風な感じになって相関関係はきっちり取れるわけで。というわけでこういうタイミングの、えー、グレートな人のタイミングを見るとやっぱり必ずずれてるってことグルーブするってことはこういうズレがこう,こういうグルーブになってって人の体を動かすときっちり要は、えー、っとあっさりしたリズムっていうかこう何て言うのかな軽いノリっていうのはこういうみんな頭ノリで。 って音色も軽軽くくやればみんな軽く乗りますだから音楽が軽くなる。で重い感じっていうのはその音色感も重たくてタイミングもこう後ろにずらしてやるとすごく重たく聞こえるってことですね。だから、まあ、あの当時のハードロックとかもう本当にハードロックとかメタルとかになってくると重さ重視なんでその重さの感じっていうのを結構こうバンドで結構やってるという感じですね。これはこのあの人たちがこうタイミングをこう こういう波形で見てて、こうする、あしるってやってたわけではないけれど、多分この、この感じのイメージのドラムで、この感じのイメージをベースでってやってると、まあ自動的にそうなったっていう、こう、一番気持ちいいグルーブしてるところで、こう演奏してるとそうなっているっていうお話ですね。だからこの波形が分かったから、じゃあグレートになれるかってそんなことはないので、ここからがスタートなんです。なので、えー、まあ一応指標として、えー、お勉強してもらえばと思います、えー。というわけで、 え今日はもう一個多分ビデオ出してると思いますんでそっちのビデオをまあビデオであのレードバックとかそういう話をしてるんでレードバックこれねこのレードバックだからシンバルレガートをレードバックしてベースのタイミングと合わせてスイングさせるという話をしてるんでまあレードバックとか前乗りとかジャストとかトップとかボトムとかっていうのはトップはここボトムはこれよりちょっと後ろのことをボトムと言いますねトップボトムですねまあトップボトム上と下なんだけど トップ、要はトップランナーって言うんでしょ前と、で、ボトムは手前になるわけですね。だから、こう、タイミングは、こう、時系列があって、トップを取る、ボトムを取るっていうイメージですね。だから、何を基準にしてるかによってすごい全然違うので、えー、それは、まあ、バンドの相関関係だと思います。ここら辺はもう、やっぱりこう、もっとこうしよう、足をっていうのをね。だから、縦で揃えるだけでやってしまうと、音楽がどうしてもこう、まあ、 あの深みがなくなってしまうのでそのどこでこうずらしてどこでどういう風うにこう,こうグルーヴさせるかっていうところがすごく大事だと思いますというわけで本日は以上になります今日もご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。